ルシアン部活ブラ2007年発売のスポーツブラシリーズ。2016年に累計販売枚数が200万枚を超えたヒット商品である。ルシアンショッツ株式会社ルシアンは、京都府京都市南区にある企業。下着や手芸用品、素材の製造、販売を手掛ける。京都府京都市南区吉祥院中島町29番地に本店を置く。 親会社の株式会社、ワコールホールディングスの本社内にある。本社機能は、大阪府大阪市淀川区西宮土に1から7から51、ワコール大阪ビル内にある、大阪店が有する。インナーウェア、手芸用品、レース素材の製造、販売を行う。1933年2月、野村直蔵が野村商店を創業。 戦後の1946年8月、株式会社野村商店を設立した。当初はレース等の繊維製品や雑貨の輸入、販売を行っていた。その時取引していたのが、フランスのルシアン・ギルバート社であった。1950年、コスモシ周囲等を発売した。1955年10月、夫人向け下着の取り扱いを開始。 1963年5月、野村株式会社に社名変更。1992年4月、株式会社、ルシアンに社名変更した。2009年8月、ワコールホールディングスによって完全子会社化。ファストファッション市場の拡大に伴い販売の高く化を迫られたワコール側の狙いがあった。2015年4月、株式会社。 ルシアン京都に社名変更し、5月に株式会社ワコールへと吸収合併された。ルシアン京都への社名変更の際、現在の株式会社ルシアンが設立され、事業が承継された。2020年にテキスタイル事業を撤退。同年3月23日、ルシアン直営 EC サイトであったルシアンオンラインショップ閉店。代替としてワコール公式通販。 a m a z o n .co.jp マガシークが公式サイト上で案内されている。2017年1月25日、国際人権 NGO のヒューマンライツナウから、ミャンマーにある委託先、法制工場における労働環境の改善を求める声明があった。劣悪な労働安全環境や、最低賃金違反疑い、女性労働者に対する保護の欠如などの訴えが、 認められた。これをきっかけに、ルシアンを含むワコールグループは、問題の是正に乗り出した。日本経済新聞は、日本の法制業界が外国人労働者に依存している以上、業界の存続には、労働環境の向上が欠かせないと述べた。ヒューマンライツナウの事務局長を務める、弁護士の伊藤和子は、日本の消費者に対し、国外の工場における、 労働問題に目を背けないようにと訴えた。ABC 株式会社ルシアン第6期決算、広告ルシアン。ジュニア向けブラ、部活ブラのキャンペーンを3月3日から5月31日、実施。アットプレス。ソーシャルワイヤー。 https://www.atpress.ne.jp スラッシュニューススラッシュ1229142020年5月9日閲覧。abcde 会社概要。ルシアン。2020年5月6日閲覧。株式会社。ルシアンの情報。国税庁。2020年5月6日閲覧。abcd 遠隔。ルシアン。2020年5月6日閲覧。ルシアンについて。ルシアン。2020年5月9日閲覧。塗り絵のようなファブリックなど、新スタイルの手芸を提案する。ルシアンクリエイティブスペース。mdn デザインインタラクティブ。https コロンスラッシュ w w w m d n c o j p スラッシュ news。 t-o-p-i-c-s スラッシュ58918スラッシュ2020年5月6日閲覧。ワコール京都から世界に通用するインナーウェアブランドへ。M&A オンラインストライク。https コロンスラッシュスラッシュ maonline.jp スラッシュアーティクルズスラッシュ wacoal2020 年5月6日閲覧。 ルシアンオンラインショップ閉店のお知らせ。ルシアン。2020年5月9日閲覧。インナー。ルシアン。2020年5月9日閲覧。国際人権 NGO が、ミケハウスとはコールのミャンマー委託先工場の労働環境改善を要請。ミャンマーニュース。 マジット、https コロンスラッシュスラッシュ w w w m y a n m a r n e w s a s i a スラッシュニュースバイスグク部一4 h t m l 2 0 2 0年5月6日閲覧。藤田香織、人権問題、経営リスクに直結投資家が格付けを本格化。日本経済新聞、日本経済新聞社、https www. 日経 .com アーティクルジャックスックス50853929 qlh1c1x12000 2020年5月6日閲覧伊藤和子ミキハウスワコールの生産委託工場労働環境改善に向けて方針策定現地の切実な声に応えられるかヤフーニュースヤフー h t t p s n e w s y a h o o c o j p b y l i n e i t o k a z u k e o 2 0 1 7 0 9 2 7 0 0 7 6 2 2 5 2 0 2 0年5月6日閲覧。ありがとうございます。